Here we go, here we go, round in circles. But like I said, I got nothing to hide. And all your words make me feel like I'm worthless. And like I said, I got nothing to hide. こんにちは、マイルソンカナダの橋田です、今日はですね、場所を変えてブルーアレに来ております。でブルーアレで働いている、ケンゴさんにですね、ちょっとインタビューをしようと思いますということで、ケンゴさん今日はよろしくお願いします。でということで、早速ですけど、まずはね、ケンゴさんが誰なのかっていう話でちょっと、ね、お伺いしたいんですけども、今ね、このファーゴー&ワーロックっていうね、ブルワリでお仕事されてると、はい、いうことですよね。そうですね。ここはいつぐらいから仕事をされてるんですか？結構最近でして、今年の7月からですかね、うん、最初はもう、まあ、ちょっとコロナの影響もあって、様子を見ながらではあったので、うんうん、パートタイムで最初スタートしたのが7月で、はいはい、9月の1日からとりあえずフルタイムでしっかりっていう形で、はいはいはい、そういうことですね、はい、だから、うん、まだ半年も経ってないよ、うん、そうですよね、はい、だ私はね、もうちょっと前からね、知ってて、はい、でまあ、元からね、まあ、ビールマニアじゃないけど、自宅でね、すごい作ってるっていう話はね、はいはいはい、そんな聞いてたんで、はい、あ、とうとう来たかっていうね感じですけど、家でビールを作るっていうのはよくはやってたんですけど、うん、やっぱり規模が違うと、はい、あとまあ実際その売り物として出すってなると、やっぱり全然やっぱり話が違うので、はい、それはもう勉強になりますね、はい、ちょっと健吾さんのルーツにちょっと、はい、戻りたいんですけど、もともとカナダに来たのは、はい、どういうきっかけで来られたんですか？そうですね、結構若い時からカナダに来たタイプでして、はい、18の、その高校卒業したタイミングですね、うん、で、すぐ4月にはカナダに来て、もう9年前とかになるんですけど、うん、はい、まず来て最初半年ぐらいですかね、は、うん、語学学校に通いまして、うん、ランガラカレッジっていうカレッジに付属してる、リーププログラムっていう、はいはいはい、それにまあ通って、で、まあ、ある程度の英語の勉強をして、で、その年が明けて、ガンガラカレッジの方に入学して、うん、で、まあ、ずっとそこから2、3年は大学生にしてたという流れですね。なるほど、はい、じゃあ、普通に高校卒業すぐ、じゃあカナダで進学目指してこう、まあまあそうね、スタートしてたんですね。話だけ、結果だけ聞くと、ああ、なるほどと思うんですけど、はい、でも、普通大決断じゃないですか、海外に行く、しかも、はい、いろんな国があって、カナダに行くって言ったのは、はい、どういう経緯で、はい、そうですね、まず、高校が僕、体育科の高校で、陸上選手だったんですよ、はい、ちなみに。周りの人間はどっちかというと、まあ、受験っていうか、箱根駅伝目指して、推薦でそういう大学に進む方か、うんうんうん、もう、地元で就職するかとか、うん、そういう人が多くて。で、僕もだから箱根駅伝を目指すのか、うん、普通に就職するのかみたいなところで、まあ、迷ったのがまあ最初で、で、全く血のつながりないんですけど、おじが、うん、ニュージーランドの方で、そのいわゆるお母さんのお姉さんが結婚された方になるんですけど、うん、が、本当にちっちゃい頃からよく、まあ、近所でもよくいたんで、外国人の方とかがある方が多くて、すごい昔からそういうのはすごい好きで、うん、もう本当にふわっとした、なんかかっこいいじゃんみたいな、海外かっこいいじゃんみたいなぐらいのことはずっと昔から思ってて、海外にこう知り合いがいたりもしたので、うん、まあ、そんなのもオプションとしてはあるのかなっていうのを考え出したのが本当に16歳とかぐらいの時で、うん、じゃあまあそういう外部のね刺激というか、はい、そういうのもあったんですね、多分ね。そうですね、圧倒的に。なるほど。はい、まあ、カナダの時間もね長いんで、はい、日本と比較しにくいと思うんですけど、カナダに住んでていいなと思うこととか、はいはいはい、まあ、逆に自分に合ってるなとか、そういうポイントってあります？やっぱり自分のやりたいことをやるっていうことになった場合に、もちろん日本でもそれは可能だと思うんですけど、うん、結構こうすんなりみんなが認めてくれたり、どうなんですか、うん、自分次第というか、自分が本気だよっていうのもちゃんと出せれば、まあ、仕事にしても学校にしても何でもそうだと思うんですけど、オプションが多いっていうんですかね、はいはい、こう40歳とかで普通に学校行かれてる方もいっぱいいらっしゃいますし、はいはいはい、自分がやりたいと思ったことを自分で全力でやる分にはみんなも応援してくれるし、そういう制度もあるのかなっていうのはすごいありますね、まあ、行動しやすいというか、そうですね、はい、
いやでもまさかランガラ卒業した時に、うん、いずれブルガリあのランガラ卒業生がブルガリで、ね、働いて想像つかないかったと思うんですけど、何も当時はまだだからそこまでビールにはまってなかった。そうですね、18からこっちにいるんで、そのお酒を飲むということがそもそもこっちで始まった。あ、そっか、そっか、人間なんで、はい、もうお酒飲みに行こうねっていう時にはもうクラフトビール文化が常にあったので、はいはいはい、あまりそれはそうですね、なんかハマったというよりは常にあるものな感じですね。じゃああれですよね、日本でいういわゆるこうなんかみんなで飲み会とか、ね、はい、仕事後にこうなんか居酒屋寄ってとかそういうあんまり通ってないんですよね。そうなんですね。まあバンクーバーはね、あのクラフトビールがの文化がすごい盛んなんでね、こういうブルワリーがたくさんありますけど、私でも特にねここのビール大好きで、私今なんかね、あのイチゴのウィートってね、小麦系のビールです。そうですね、これはね美味しいんですよね。ちょっといただいてます。ありがとうございます。こう日本ではあーって言わないといけないんですよ。どうだろう。大丈夫です、分かります。あのちなみに健吾さんが個人的に好きなビールのタイプとかってありますか。はい、そうですね、もともとは本当にまっすぐなペールエールとか、うんうん、まあ本当に一番最初に飲み出した頃は本当に IPA が好きで、うんうん、まあ、やっぱりブルワリーで働き出すと、やっぱり間近でこういろんなブルワーの方がいろんなことをこう試行錯誤しようのを見てると、どっちかというともうちょっとこう、まあ、変わったじゃないですけど、はいはい、トラディショナルなビールに何かが足されてるとか、うん、そういうちょっとこう最近は思考も変わってきてるのかなとは思うんですけど、うん、私のこう素人的な目では、はい、体ってやっぱ日本人からするとすごい進んでるなと思うんですよ、はいはい、っていうのはあの酸っぱいビールを飲むっていう発想がないじゃないですか日本人は。あ、まあね、だからもうなんかこう先を行き過ぎてるっていうかね、はいはい、もう IPA とかね、あのいろんなエールが多い上に、はい、さらにもうそっちまで行っちゃってそう、追いつけないところに行ってるような感じがするんですけど、でもここサワーとかもねいっぱい作ってますね。ここは有名ですね、そういうのが。あのじゃあ健吾さんは今、はい、ここであのこの裏でね仕事してると思うんですけども、具体的にどういう仕事をされてるんですか。そうですね、今はまだあのパッケンジャーという形でビールを缶に入れたりだとか、あと、まあ、あのよくパブとかであるケグですね、はいはい、あれにこのタンクからケグにこうケグ詰めしたりだとか、そういった仕事がまあメインでやってまして、うんうん、っていう形ですかね、はい。じゃあなんか修行中みたいな感じですね。かなり今は裏方ではもう一番ペーペーなんで、あ、完全に、はい。じゃああれですか、やっぱあのね、もともとビール好きで、ね、はい、自分でも作るぐらいなんで、やっぱこう上を目指したいみたいなところって、もちろんそれは、うん、あのやるからにはっていうのはすごいあるんで、うん、それは、はい、そうですね。じゃあ例えばどんなことやりたいですか将来。そうですね、まあ思いっきり言ってしまうなら開けたいなってのはありますけどね。ああ、自分のね未来を。おー、いいですね。それはぜひ開いてほしい。せっかくやるならそこまでと思ってはいるんですけど、はいはい、あれですよね、こう自分のレシピというか、はいはい、自分でいろいろ開発して、はい、そうですね、いろんな味を作っていく、もちろん、はい、いいですよね。ロマンがありますよね。今ね、やっぱ日本よりもこっちね、クラフト、あのマイクロブルワリーいっぱいあるから、そうですね、はい、あの文化ができてるんでね、うん、いやぜひぜひ。いやでもまだね、若い間だからね、こういう仕事に関わってるんで、まあまあ、いやチャンスはいっぱいあると思いますけどね。長い目で見ていただければ。はい、じゃあ、最後に、健吾さんにね、お伺いしたいんですけど、今日本にいて、これから雇用としている方とか、はい、ね、ちょっと検討している方に何かメッセージがあったら、はい、あのご経験からお伺いできればと思うんですけど。まあ、僕はどっちかというと若い時こっちに来たので、そういう意味で本当にあの周りの人に助けられたなっていうのがすごい多くて、うんうん、なのでその例えば18、19で来られる方とかは、まあ、ホームステイとかで来られる方が多いと思うんですけど、どんどんこう周りの頼りもあると思う、うん、必ずそれはあの自分が頑張ってればあのみんなもサポートはしてくれることだと思うので、うんうん、あのまあ、もちろん現地来ればそういったコネクションをどんどん増やしていくのが大切だと思いますし、日本にいる時からでもやっぱり、まあ、日本でもいろんなエージェントがいっぱいあると思うので、それこそマイルストーンさんもそうですけど、そういうのにしっかりこう質問をしていただいて、あの少しでも状況が分かった上で来た方が絶対いいなと思うので、うんうん、なるほどなるほど、そうですね。じゃあこう頼れるものは頼れる、頼るも頼り切った方が絶対、ね、コネクションのようなと思います。そうですね、いや本当に思います。使える範囲のものはね、やっぱ使いたいですね、うん、はい、絶対そっちの方が、ね、自分の投資になりますし、ね、はい、でもね、やっぱそうやって切り開いてね、好きな道で、ね、見つけて到達してるんで、ね、すごくいい、あのなんていうんですかね、例だと思うんですよ、ね、はい、はい、じゃあこれからもね、あの、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、応援してます、はいはい、じゃあということで今日はインタビューありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。